香川県第2区は日本の衆議院における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2013年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。2002年公職選挙法改正から2013年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。1994年公職選挙法改正から2002年の 小選挙区改定までの区域は以下のようである。比較的保守層の厚い地盤であり、自由民主党の木村義夫が1996年の第41回衆議院議員総選挙では約7万票、それ以降も3万票前後の差で安定して議席を確保してきたが、2009年の第45回衆議院議員総選挙では民主旋風の中で 民主党新人の玉木雄一郎に逆に3万秒差をつけられて敗れ、比例復活もできなかった。なお、玉木は第68.69代内閣総理大臣の大平正義の演説である、の一部が含まれている。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、打って変わって民主党への逆風の中で玉木が7123秒の僅差で、 自民党の瀬戸隆一を退け当選。中国、四国、九州地方の中で唯一小選挙区で民主党の議席を守った。2014年の第47回衆議院議員総選挙でも玉木対瀬戸の一騎打ちの構図が続いたが、今度は2万票以上のリードを保ち、玉木が議席を獲得し、瀬戸は比例復活した。2017年の 第48回衆議院議員総選挙では希望の、党入りした玉木がさらに、瀬戸との差を広げて当選し、瀬戸は比例復活すらできず落選した。2021年の第49回衆議院議員総選挙では、国民民主党の代表となった玉木が前回以上に、瀬戸との差を広げて当選し、瀬戸は比例復活すらできなかった。 第49回衆議院議員総選挙10月31日、香川県第2区時の内閣第1次、岸田内閣解散日、2021年10月14日、公示日、2021年10月19日当日、有権者数25万8730人、最終投票率58.53%第48回衆議院議員、 総選挙10月22日香川県、第2次の内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日、2017年9月28日公示日、2017年10月10日、当日有権者数、26万7905人、最終投票率 56.、56.32%第47回衆議院議員、総選挙12月14日、香川県、 第2次の内閣、第2次、安倍改造内閣解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、第46回衆議院議員総選挙12月16日、香川県、第2次の内閣、野田第3次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日、 第45回衆議院議員総選挙8月30日。香川県第2区次の内閣、麻生内閣解散日。2009年7月21日公示日。2009年8月18日。第44回衆議院議員総選挙9月11日。香川県第2区次の内閣、第2次。小泉改造内閣解散日。2005年8月8日。公示日。 2005年8月30日第43回衆議院議員。総選挙11月9日、香川県。第2にくの内閣。第1次小泉第2次改造内閣解散日。2003年10月10日、公示日。2003年10月28日第42回衆議院議員。総選挙6月25日香川県。第2 9時の内閣。第1次森内閣解散日。 2000年6月2日、公示日、2000年6月13日第41回衆議院議員、総選挙10月20日香川県、第2次の内閣、第1次橋本内閣解散日、1996年9月27日、公示日、1996年10月8日。ありがとうございます。